皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。早速よくチャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今年もですね、12月、この動画が出る頃はですね、ほぼ、大晦日くらいになっちゃうかなと思うんですけれども、年の瀬も迫ってまいりまして、今年もですね、化石発掘の、ランキングの発表をやりたかったところだったんですが、残念なことに今年はですね、ちょっとランキングに乗っかるような化石、これがちょっとあまり出てきませんでですね、ちょっと大人の事情でちょっとねお見せできない化石もあったりして、それでちょっとねランキング作れないかなとは思うんですけれども、今年はですね、とりあえず化石発掘の総括をここでちょっとやってみようかなと、思います。はい、今年はですね、アモンデセンターの露頭がですね、この数年の発掘でこう結構、露頭のこう下側がえぐれまして、こう上がこう出っ張ってる、オーバーハングになってる状態っていうのが、長く続いてたんですけども、それが今年の春先にだいぶこう顕著になってきて、崩落の危険性もあるということで、一応その出っ張っていたところは、おおむね、今年のうちに落とされはしたんですけども、落とした後ですね、今度は、露頭ってこう段々になってるんですけど、この、崩落しないようにですね。で、その段々になってたうちの、1段目の壁と2段目の壁が、ほぼ面になってきたという感じで、一段目はこう常々こう掘られて、新しいこう、面が出てくるんですけど、その二段目っていうのは基本的には誰も手をつけないので、そこの、壁面がですねだいぶこう雨風にさらされてこう風化しちゃって、それもこう崩れてきそうな感じになってるわけなんですけど、で、そこでですね、5年前に同じようにこの露頭の整備があって、こうもね、しっかりこう段々になってたんですけど、その工事が、今年度中に入るということで、3月の終わりまでには、何かしらの工事が入るんじゃないかということで、それによって竹発掘がどうなるっていうのはまだちょっと分かんないんですけれども、いずれ工事が入って露頭がまたきれいに整備されるという話が出てます。はい、で、今年、最初に出てきた、顕著な成果というのは、アンモナイトのゴードリセラスということになります。これはですね、3月11日に産出したものなんですけれども、先ほど言いましたように春先はこうかなりこう、露頭がこう上が出っ張っちゃってる状態だったんですけども、その出っ張ってるこの下側ね、下っ面というか、この下側のところを、こう掘ってたらば、このゴードリセラスが出てきたんですけれども、あまり期待してなかったんで、意外な成果が出て嬉しいんですけども、ちょっとね、こう上下に潰れてはいますけど、こうへそも出てますし、なかなかいい標本だったんじゃないかなと思うんですけれども、で、その標本が今どこにいるかというとですね、こちらですね、ここの、右上のところについてますけども、秋ぐらいにいろいろいじくってた、このフォッシルシアターっていうですね、フォトフレームをちょっとね、カスタムした、化石の、ギャラリーといいますかね、そんなものを作ってたんですけれども、そこの右上に今、ついてます。で、このフォトフレームに関してなんですけども、実際、外、太陽の光の元で見ますと、正直言って画面がほとんど見えないというところに、現場に行って気がつきまして、で、これの他にこちらですね、こちらポラロイド社の、フォトフレームですけども、こっちはこう画面も、変にグレアになってないし、明るさもねある程度は明るくなるんですけども、やっぱりどうしても太陽の光の下だとちょっと見づらいということで、このフォトフレームはちょっと お役ごめんかなというところで、あまりちょっとね、お見せできないところはあったかなと思うんですけれども、ちょっとねこれはちょっと企画がちょっとうまくいってなかった感じかなと。
はい、続きましての今年の顕著な成果なんですけども、はい、こちらですね。はい、これ下の化石については母岩ごとのやつなんですけども、はい、アモナイトのメソプドシアですね。はい、こちらのここにキャプションがついてますけども、まあ、日付がある通り2023年の4月の1日ですね、4月の1日に出てきたものですね。はい、でこれがですね、その日が結構、路頭の方が混んでまして、結構お子さんたちが、たくさん来てたんですけれども、で、まあ、掘ってる時にですね、まあ、でっかいこう路頭から落とした塊を掘ってたんですけれども、ちょっとですね、あの周りが混んでまして、人がたくさんいたところだったんで、まあ人にハンマー当てないようにちょっとこう移動しながらこうね掘ってた時に突然こうボーンと出てきたんで、結構びっくりしたわけですけれどもね、昨年の11月に出てきたメソポトシアはもうちょっとねくるっと巻いてる感じだったんですけど、これはちょっとね、半分くらいのものなんですけど、はい、まあまあ綺麗な、ロクも、この出っ張ってるフレアドリブも出てますし、裏返せば、はい、ここですね、まあ、ちょっと潰れてますけどへそもちゃんとあります、はい、でこの方眼の方もちゃんとねこの化石がくっついてる跡が残ってます。でこれ多分殻がですね、多分こっちは母眼の方に全部ではないけども、ほぼほぼ殻がこうくっついちゃってるんですね。これね、ちょっとね、ここにちょっとあの、見えてますけども、まあそれはちょっと残念ですけども、まあまあ、いい成果だったんではないかなと思いますね、これね。はい、はい、じゃあ続いての今年の顕著な成果なんですけれども、こちらです。はい、はい、これ見えますかね、ここに入ってるんですけども、ピントは張ってないかなと思うんですけど、はい、ここにちっちゃいのが入ってますけども、まあこれはっきり言いますと、まあこれが多分今年のピークかなという成果なんですけれども、まあすごい小さい、もうほぼ5ミリもないようなもので、まあこれサメの歯なんですけれども、シネコドゥスというサメの歯になります。はい、しかもそれの完品ですね。はい、歯垢とそれから側垢と歯根までしっかり残ってるという歯なんですけれども、まあ、これちょっと小さいんでこの辺にまあ画像を出しておきますけども、はい、こういう感じで、いつも出てくるような歯垢等があって、両側にこういう側垢等が1本ずつあるみたいなサメの歯ではなくて、歯垢等があって、側垢等がこう3本くらいずつニョキニョキと生えてる、まあ、今までちょっと見たことなかった歯だったんですけども、まあ、調べてみますと、これ、シネコドゥスというサメの歯であることが分かりまして、で、まあ、結構珍しい歯が出ちゃうとね、没収されちゃうことが多いんですけども、まあ、今回はですね、それをかいくぐりまして、なんとか手元に残しておくことができました。はい。で、まあ、この歯ですね、まあ、正面から見ると、まあ、普通に、まあ、普通のっていうか、まあ、こういうね、サメの歯に見えるんですけど、横から見るとですね、これね、あの歯根がですね、すんごい肉厚なんですよね。まあそもそもサイズが小さいですから、肉厚といってもまあ1ミリくらいしかないんですけども、まあ結構得意な形をしている歯で、面白かったですね、これね。はい、でまあその他ということで、まあ、まあ、こちらアナゴオドリセラス、これ7月2日に出たものですね。でこちらが、ダメシです、はい、この特徴的なものですね、キールという出っ張りですね。これ外周についてるキールが、特徴のアモナイトですけども、まあ、その他の、成果ということで、まあ、今年の夏くらいにこう出てきたものですね、これね、まあ、こちらはまあまあ良き6の、ね、特徴が出てるものですけども、まあこれを持って、まあ、正直な話、秋から冬にかけてはですね、ほぼほぼなんかこう目星成果っていうのがね、出せてない状況だったわけなんですね。はい、
まあ今年の夏はとことん暑かったですけれども、ただただ汗を流しただけに、まあ終わっちゃったかなという感じだったわけですけれども、でまあこの動画を撮ってる、まあ1週間ほど前にですね、まあ天野センターの今年の掘り納めは終わってるわけなんですけれども、まあ今年の掘り納めはですね、結構たくさんのサメの歯ね、こんな感じでドーンと出すことができたわけなんですけれども、まあもうちょっとこうですね、パンチのある化石を、秋以降出せたかったなという悔いは残るんですけども、まあそれはやっぱり路頭のですね、やっぱり化石の埋まってる、まあなんちゅうか濃度というか、そういうのにはまあムラが当然ありますから、ドドドッとこう出てくるところもあれば、全くもうさっぱりこう出てこないっていうね、場所もありますんで、まあそこは、どんどんこうね、今後化石発掘が進むことで、またね、そういう、まあホットスポットというか、そういったところにね、当たる可能性はありますんで、またですね、まあ懲りずにですね、来年も体験発掘にですね、参加していきたいなと、思います。はい。で、まあ、その、体験発掘アモネセンターとは別に、まあ、時々巡検として、まあ、隣町の広野町の某路頭で、こうね、発掘をしてたわけなんですけども、まあそちらの方の成果もちょっと今年はうーんっていう感じだったわけなんですけども、まあその中で、ちょっと珍しいのがこちらなんですけども、はい、この石の中にちょっと黒いこう棒みたいなのが入ってるんですけども、こちらですね、おそらく南洋杉という、まあ、杉の一種なんですけれども、その、まあ、枝の一部の化石なんではないかなというところですね。枝か杉って分かりますね、このトゲトゲトゲの枝がありますけども、その部分の化石なのか、まあ、ちょっと分からないんですけども、まあ南洋杉、まあ、アラウカリアという種類のものなんですけども、その化石だということですね。はい。で、まあ、杉の、まあ、葉っぱというか、あれにはこう球果っていうかですね、ちっこいこう丸い実がついてるんですけども、まあそれがこの化石の中からちょっと見つけはできなかったんですけど、まあ、それがついてればね、もうちょっといいかったかなと思うんですけど、まあ、広野町の路頭でもこの成果が精一杯でした、今年は。はい、はい、というわけで今年2023年の化石発掘の総括だったんですけれども、まあちょっと不満は残りますが、まあそれはそれで仕方ないですね、やっぱりね。まあ常年が寄ってたかって掘っても出ない時もあります。はい、これは仕方ないんで、まあ来年はですね、さらに、良き成果を狙って、体験発掘をですね、頑張っていきたいなと思います。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。で、まあこの動画をもちましてですね、今年の創作力チャンネルの動画終わりになるかと思いますけれども、また来年もですね、この創作力チャンネルよろしくお願いいたします。来年はもっとたくさん動画出せるようにですね、また頑張りたいなと思います。はい、それではまた来年お会いしましょう。